はい、今回はですね、麻生さんの働いてない自慢に対して国民の声がだいぶ上がっています。一個ずつ読んでいこうかと思いますね。まず一つ目です。私はシングルで男の子3人なんで147日以上働いてますよと。子供を食べさせないといけないですから、あなたは当たり前でしょと。国民の税金で給料もらってるんですから、国民の命を守るのは当たり前でしょと。何をわけのわかんないこと言うてるんですか。甘すぎです。国民の税金で給料もらってるんだから、147日間休みなしで働いるだけで偉そうな態度を取るなと。本当その通りですよね。麻生さんね、国民の暮らし知ってるんですかね。あのね、100日200日300日連続で働いても余裕なんてできないんですよ。国民は140日連続で働いて休みがある、しかも自分で勝手に休み取って、何なんですかね、給料桁違いと。本当ね、頭きますね、麻生さんね。次です。久保さん、菅事務所官邸の奴らにも久保さんが出している動画見てもらった方がいいですよ。ぜひ久保さんの口からあのバカどもに言ってやってください。私からも言っておきますので。はい、私もね、私の動画付きでね、怒りを送ってるんですけども、再生数上がってないんで見てもらってないのかもしれないですね。今度ね、あのその動画公開していきますんで、お楽しみに。はい、次です。麻生先生、そんなことを国会議員で国民を守ることが一番ではないのですか。先生はお金持ちで国民の苦しさ分かりますか。3分の1の方は毎日が大変なんですよ。そんな実態分かりますか。分かるはずないですよね。本当に真剣に政治家、まして財務大臣、一日力いっぱい働いてまともに生活できないんですよ。考えてくださったことありますかと。現実が分からない方がたくさんのお金をいただき、幸福な方には残念だが分かりませんね。少しでも寄り添う気持ちはありませんか。何百人も政治家の方がおられますが、ということですよね。おっしゃる通りでございます。純子さん、すみこさんですかね。私もね、同じような思いがします。はい、次。えみさん、仕事は休みがあるけど家事は一日たりとも休みなんかありませんけど、ということですね。まあ、これをね、実はね、えみさんのことの お言葉を返すと申し訳ないんですけども、これを言うとね、麻生さんってね、この理屈を言ってくるんですよ。麻生さん、家事っていうのはあなたが選んでやってるんでしょうと。家事が負担なんですかとか、愛する人のために家庭を支えるのがそんな嫌なんですかとか言うんですよ、麻生さん。そう言われたら私もね、家事を担う男の子として何とも言えないところがあるんですけども、でもね、おっしゃる意味はよくわかります。私たち国民は息つく暇もなく税金に追われ、国策に追われ、政治家さんのね、尻拭いをしてるわけですよ、なぜかね。で、それでこの言い方はないだろうとね。あんたさ、140日連続で働いたことあるって当たり前だとね。国民の暮らしはね、仕事があるないにかかわらず毎日が戦場だよ。麻生さんには分かんないでしょうと、ということですよね。私たちはいつも最前線なんですよね。えみさん、ありがとうございます。本当にね、家事は休みがないということでございます。麻生さんはね、召使いでも使ってるんでしょうけどね。はい、ケースさん、麻生はあなたはもっと働かんば、お給料ボーナスいっぱいもらってるやろ。もらっている半分以上は働かんと罰が当たるよ。それと国民のためにしっかりしなさい。もうじいさんやから、世間って今の、状況ぐらい分からんでしょう。分かってるなら一日も早く一律給付金をみんなに配るべきだ。そうですよ、本当はもっと言ってくださいよ。孫悟空さん、お前らの仕事は仕事じゃない。国会中継見てたらあなたはほとんど寝ている。普通の仕事で寝ていたら送られるレベルだぜ。何千万ももらってふざけんなよ。本当にこいつなんとかならないかね。あなたのために税金払いたくない。もうね、国民全員で税金不払い運動を起こしてもいいような感じですよね。酪農家はそんな感じですよって MM さん言われてますけど、まさにそうですよね。酪農家、農家の方、休みなんてのはね、10年20年来ないわけですよね。あんたさ、140日連続で働いたことあるって、これね、はっきり言ってみんなあるんじゃないですかね。140日ごとき、何言ってんだこの麻生さん、もうどうしようもないですね。今夜が山田、お前国会で寝てるやんけ。何十万も税金で会食できるなら、俺全然余裕で、嫌なら変われや俺と。いや、私もね、麻生さんの立場と変わったらね、現金支給毎月100万バンバン出しますよね。一緒に麻生さんをこき下ろしましょう。正和さん、利権を悪用する、政府官僚は国民に還付金という名のお金を貢ぐために死んだ気になっても働かないと残首の刑になるというガチの恐怖は上場人材にでしょうと。結構ね、派手なこと書いてますね。でもね、正和さんの思う通りですよと。これ桜さんも助けてくれてありがとうって書いてくれてますよね。
いやー全くですよ。お、日高さんだ。珍しくない。あ、日高さんね。なぜなら私はトラックドライバーした頃には30分しか寝る暇なく引っ越しドライバーしてました。ブラック会社で、それも家に帰っては寝てない。トラックの中でハンドルが、学生が机に顔を伏せるようにして寝て下ろしていたよと、うん、繁忙期は風呂に入る暇すらない。タオルを背中に、あ、途中に100均やれば買ってコンビニの水道で濡らしてコンテナの中で拭いた経験もあると。その会社は運転中が休憩大会社、コンビニで弁当を買って信号待ちで前に持ってきて食べたことありますかって聞いた、聞きたい。高速ならハイトップに入れてハンドルの上に乗せて食べたり、こっちは繁忙期だけで日数は知れても、だけどやってみろと思う。眠気でいつ大事故するかわからないし、薬やってないのに薬やってるくらいに寝てないからテンション上がる。お、そうなんですよ。寝ないとねテンション上がりますよね、日高さんね。本当お疲れ様でございます。今はね介護業界の方にいらっしゃると聞いてますけども、辻さん、麻生はバカで自分が一番働いてるとでも思ってるんでしょう。国民がお金がなくて休みなしで働いてるのに、選挙でも麻生グループで働いてる社員に麻生に入れるように言って、選挙で落ちると会社が潰れるかもしれないから確実に入れるようにでも言ってるんでしょう。そう、それありそうですね。ずる人ですからね。そして社員に知り合いにも言おうもんなら言ってるでしょうということで、麻生グループで票を集めてるのは間違いないと思います。悔しいな。直子さん、たった147日連勤したことしかないの？何を偉そうに。母子家庭は365日寝ずに掛け持ちして、そう掛け持ちですよね。5万と言いますよね。体張ってるし子供のために必死で生きてると。麻生さんはね、国民のために生きるべき職位を自分で選んでるわけですから、それこそね147日ぐらいで威張るんじゃないということですよ。大した苦労もしてないと。麻生さん、あんたはね全然ダメですよ。麻生さん。まさかりさん、また書いてくれてますね。食事とトイレ休憩が不眠休で10年間も続けたことがあると麻生太郎が実体験あると公言してからにしてほしいですよね。まさにですよね。ここにいたら久保さんに迷惑かける。いや大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。未来さん、本当に珍しくないと思います？何言ってんのって感じです。毎日勤務実態、18年だわと思っちゃいました。単価上げて休みが欲しいですよ。まさにその通り。豆さん、ねえお前が頑張れですよね。はい、私もそう思います。おーよ茶さん、いつもありがとうございます。ありましたね、この記事覚えてます。まあ浮世離れした新しいコメントです。さすが副総理、今の日本をよく把握できた裸の王様です。もっとおらかして今の政府を政治に興味のある国民にアピールしてほしいと思ったくらいだわ。マスさん、ブラック企業で働いた時に7ヶ月連続出勤したことはあるわな。失業保険もらえるのが1年間以上勤務しないともらえんと勘違いして7ヶ月辞めないで耐えたが、後から正社員は半年以上勤務で失業保険もらえると聞いて泣けたわと。いろいろね知っとかないといけないってことですよね、これもね。まあでも本当半年勤務ぐらいは誰でもあるってことですよね、やっぱりね。お、堀さん、こんにちは久保先生、いつも動画ありがとうございます。初歩的な質問で申し訳ないのですが、あ、これね、これもうお答えしときましたんで、読んでください。隠居先生でコミカさんからもいただいております。ということで今回は以上なんですけども、いや麻生さんのね見識がいかに狂ったものかってことがここで共有できました。だからね、こんなね人がね財務大臣やっちゃダメですよね。もうほんとね、政権の中枢にいっちゃダメですよ。しかもお年でしょ。なんか物覚え悪いんじゃないかなと思いますし、失礼ながらお耳を遠いのかなと思いますんでね、早く隠居生活入っていただいて、のんびりと隣の人とね縁側でお茶でも飲んで碁でも打っといてくださいということでございます。うん、では以上です。